さあ続いての挑戦者はこちら日本ハムのこれ有名ソーセージですね、シャウエッセンの登場です。これもね、あのスーパーなんかではおなじみの、ソーセージですよね。そしてそれに対抗してもうホットサンドメーカーの中に入るのはバン、ジョンソンビル、アメリカのホットソーセージメーカーですよ。そもそもこのソーセージ王決定戦の企画を思いついたのはですね、あのジョンソンビルのツイッター、SNS アカウントを見ていて、それを見て、ああ、いいな、やってみたいなっていうふうに思いついたのが企画なんですよね。だから、これもジョンソンビル、跳ね切らないわ。ちょっとパンパンですけれども、行ってみましょう。蓋をして、火をつけると。香りがする気がします。これがやっぱジョンソンビルなのかな。あ、スモーク系の香りなのかな。そしてね、ジョンソンビルが入っていることによって、このホットサンドメーカーがめちゃくちゃ重たいです。いいですね、パンパンに入ってますね。いやー、なそうだ。さあではソーセージ王決定戦やっていきましょう。まずはですね、私中川がいつも食べている生協の粗挽きウインナー、そしてアルトバイエルン、こちらが生協なんですね。こちらがちょっと大きめのがアルトバイエルン。じゃあいつもの生協の方からいただこうかな。じゃあいただきます。うん、美味しいね。やっぱりソーセージでこう噛んだ時にこう中から肉汁がペッと出てくる感じがいいんですよ。じゃあ続いてはアルトバイエルいきましょう。もうフォーク差し込んだ時にプキッって言ったの聞こえましたかね。いただきます。なるほどね、おいしい。これはね、なんて言うんだろう、熟成ウインナーあるんですね。粗挽きでコクがある感じがしますね。これが熟成なんですかね。確かにあの燻製やった時のようなちょっとこう香りの高い感じがしますね。これとじゃあケチャップ、マスタードいってみましょう。いただきます。ほんほん、これはね、新たな発見なんですけど、すごいね、味に深みがあるので、逆にこうケチャップとかマスタードつけない方がいいかもしれない。さあそれでは続いていきましょう。日本ハムのシャウエッセンとジョンソンビルのソーセージになっております。もう大きさドーンとあるのもジョンソンビルインパクトありますけど、まずはシャウエッセンのいただきます。あ、今聞こえた、フォーク刺した時にやっぱパキッっていう音がしましたよ。パリッっていう音、いただきます。あー、お肉本来の味がする気がします。これあの今回はね、僕あのフライパンで焼いて調理してるんですけど、シャウエッセンの美味しい食べ方としては、そのボイルっていう手もあるんですよね。あの茹でる、沸騰している湯にこう3分ぐらいくぐらせる、このね、黄金の3分間ボイルって言われてるらしいんですけど、ボイルした方が良かったのかな。焼いてあった分こう皮がもうすでにちょっとこう破けちゃってる部分もあったりするんで、そうするとパキッと感がちょっと弱まってるのかな。ちょっと今回の戦い方はシャウエッセンにとっては、不利だったかもしれない。うめえ、なんか死ぬもの言ってきたけど、シャウエッセンうめえ。最後のエントリーです。アメリカからジョンソンビル。ジョンソンビルはね、やっぱこの圧倒的なサイズ感ですよね。こう手と比べてもね、太さ大きさ分かりますよね。あの僕もあのバーベキューでよく使っているメニューで、味をよく知ってるんですよ。いろいろね、あのフレーバーがあるのも特徴なんです。今回はオリジナルスモークトンっていう、その、まあ、一般的な、ジョンソンビルの中でも一番こうスタンダードな、いただきます。うーん、まずね、この口に入れた時の口の中にいっぱいソーセージが入ってくるっていう喜びね、これがいいよ。このパキッとっていう音とかさ、いろいろあったけども、あの評価の高いポイント、やっぱりジョンソンビルは
そのパワーだよね、圧倒的なグッと落ち込んでくる感じ、いいよこれは。まあやっぱね、お肉は最高にうまいし、あとねやっぱケチャップマスタードとの相性がすごくいい。これやっぱそのまんまもうホットドッグパンにバーンって入れて、上からマスタードとケチャップビャーかけて、はい、ピクルスパーン、玉ねぎ刻んだやつパーンみたいな、その味がするな。ソーセージ界のメジャーリーガーですね。というわけでこのソーセージ王決定戦ですけれども、むずいな。どれもね特徴があってすごく美味しいんですよね。 もちろん美味しいのは分かってたんですけど、それぞれに特徴があるからやっぱ王様決めるのむずいんだよな。では行きましょう。栄えある第1回ソーセージ王決定戦、ソーセージ王は、コープのウインナーです。コープの粗挽きウインナーに僕はしました。いやこれね、シャウエッセンももちろんアルトバイエルもジョンソンビルも全部美味しかったんだけど、やっぱりね粗挽きウインナー、これ僕がずっと食べてきてるっていうね、圧倒的な、癒着がありまして圧倒的なこの癒着の結果、粗挽きウインナーが第1回チャンピオンとなりました。やっぱりこう子供の頃から食べてるものはね、馴染みがあるからね、いいよ。じゃあ粗挽きウインナー、ウィニングバイトの方いきたいと思います。第1回ソーセージ王決定戦チャンピオン、粗挽きウインナーおめでとうございます。ということで今回の YouTube 動画楽しんでいただけましたでしょうか。チャンネル登録よろしくです。ではまた。チャンネル登録、コメント、いいねボタンよろしくお願いします。